皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今日なんですけども、今日というかここから1週間スウェット1週間コーディネートっていうのをやっていきたいと思いますので、この動画の前にね、多分1日目の動画が流れてると思うんですけど、まあこんな感じですよね、まあ、こんな感じで僕スウェットパンツを私服というか、そのお出かけ着で着ることもすごく好きなので、まあ、そんな感じでちょっとね、今だとワンマイルウェアとか、やっぱコロナのテレワークの影響でいろいろねスウェットとか楽ちんアイテムとかすごく流行ってると思うんですけども、そういうのがなくてもね、僕は楽ちんアイテムがとても好きでスウェットパンツを愛用してるので、ぜひね皆さんがこうスウェットパンツを私服であったりとかプライベート着で着回したいだったりとかの参考になればと思いまして、まあ、こんな動画を作ろうかと思っております。最近ほんとスウェットが多いので、スウェットにこういう風にスニーカーであったりとか、見える見える、こんなスニーカーだったりとか、あとはレザーのブーツとか合わせることもあるんですけど、まあ7つバリエーション結構組んでしっかりと作っていければと思いますので、よろしくお願いします。はい、っていう感じで1日目のコーディネートの解説なんですけど、こんな感じですね。まあ全身ちょっとねくすんだウォッシュ感のある色で統一してみました。すごいな、救急車の動画。っていう感じで上はねビッグマックのカバーオール、もうボロボロのアイテムなんですけども、こちらでね、お気に入りのポイントはちょっとしか見えないんですけど、襟のねコーデュロイ部分が黒になっているので、今回スウェットパンツはチャンピオンのリバースリーブの黒なんですけど、まあ、黒って言ってもなんかネイビーみたいな色してるよねこれ、っていう感じでかなりくすんじゃっているので、まあそれに合わせて中がねこれアディダスの古着のパーカー1900円くらいかな、でめちゃめちゃ安いんですけど、まあそんなものを合わせて、ただスウェットだとかなりだらしなくなるというか、その部屋着感がめっちゃ強いんで、こういう風にデニム地のアイテムでカバーオールとかちょっと古臭いものというかウォッシュ感の強いものを合わせて、あえて足元にまたウォッシュ感の強いネイビーの USA のコンバース、確か 90s とかそんなもんだったと思うんですけど、まあ、そういったものを合わせてちょっとスウェットなんですけども、ボシュ感であったりとか古臭いアイテム古着をあえて合わせて、こう慣れ感というかそういったところに落ち着かせてみました。ただねこう髪型が短髪だったらどうなるとかいろいろあるんですけども、まあ、僕は結構ロン毛なので、まあ、こんな感じの服装でバランスをとってみました。はい、いい天気ですね。という感じでね、もう春が近づいてきているんですけども、2日目行きたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで2日目ですね。気が長いですね。という感じで今日のコーディネートはこんな感じです。今日も昨日と同じスウェットはチャンピオンのリバースイーブの黒なんですけども、それに合わせて今日はファイヤーマンブーツ、レッドウィングのちょっとシャフトの長いブーツだったりとかをね、スニーカーもそうなんですけど、ちょっとシャフトが長いやつの方が被せやすいっていうのがあって、こんな感じで合わせてみました。で今日はもう春の陽気だけど夜寒そうだなみたいな感じで、で事務所はあっちんで中は T シャツ、フルーツオブザルームの半袖の T シャツと、あとエクワックスレベル7のこちらですね、プリマロフトジャケットをちょっとダボっと着てこんな感じで揃えてみました。結構ねファイアーマンブーツがコンバットブーツみたいな感じのそのテイストというか見た目をしてるので、まあこういう風なミリタリー系のアイテムとすごくね相性が良くて、なのでまあこんな感じで合わせてみました。ちょっとねだらしなさもあるんですけど、まあこんな感じが僕のスタイルなのかなと思っておりますっていう感じでね、どんどん春の陽気にはなってきてるんですけども、やっぱこういう風なダウンジャケット1枚をね、ダウンじゃねえかこれはプリマロフトジャケットをガバッと1枚羽織って、中薄着みたいなスタイル
がね、すごく楽なんですよ。なんで、まあ、昨日に引き続きね、スウェットはすごく楽なので、こんな感じでね、コーディネート組んであげると、スーパー楽なんで、本当におすすめです。ただね、足元だけちょっとブーツにしてあげるだったりとか、少し引き締める部分を作ってあげないと、どうしてもラフすぎるというか、ルーズすぎてしまう部分があると思いますので、僕は大体ブーツだったり、靴だったりとか、あとハットとか、被り物でね、ちょっと引き締めるようなバランスをとってっていう感じでやっております。っていう感じが2日目のコーディネートになりますので、次は3日目。ちょっと、スウェットがね、2日連チャンリバースイーブだったんで、ちょっと変えたいと思いますので、そんな感じでお送りしたいと思います。どうなるかは明日次第。ということで3日目になりますね。今日からスウェット変えてまして、こちらユニクロ U のストレートスウェットパンツ。この前ユニクロ U が発売された時にね、ゲットしたものを着用してます。今日からまあ2日間か3日間、このセットでいこうかなと思ってるんですけど、このカーキっていうカラーがすごく珍しいと思うんですよね。カーキっていうのかな、これ。グレージュというか、ちょっとマゼンダかかったグレーみたいなものなんですけども、こちらを愛用しております。なんかユニクロ U のスウェットの中でこのカラーだけちょっと完売しちゃってるみたいで、やっぱちょっと珍しいカラーだと思うので、すごく人気だったのかなっていう風に思うんですけど、すごく使い勝手がいいです。こんな感じでね、昨日一昨日はちょっとシャフトの長いブーツだったりとか、あとハイカットのスニーカーと合わせたんですけど、今日はねもっこりしたコッペパンみたいなスニーカー、アディダスのスーパースターで合わせて、ちょっとユニクロ U の方が太いんですよ。なんでちょっとねたるませてルーズに履いております。で、上はフランス軍のスモークパーカー。もうね春の陽気というか、昼間なんか暖かい日が結構増えてきてるので、日中で歩くんだったらこんな感じで出歩いております。で、頭はこのいつも被ってるハンチング、いつも被ってないか、夏くらいによく被ってたんですけど、また引っ張り出してきて被ったらいい感じだったので、こちらを被っております。まあそんな感じで、ちょっとミリタリーテイストのアイテムだったりとかを合わせて、まあスニーカーとスウェットっていう感じでもね全然相性いいので、まあこんな感じ。まあだいたいね太さであったりとか、あと生地の柔らかさとかで、このたるみ具合とか被さり具合って変わってくると思うんですけど、まあ、ユニクロ U のやつはねなんか少しね張り感があるというか、そういった感じなので、太みなんだけどだらしなくなりすぎずに使えるかなっていうところがあるので、まあ、こんな感じで着用してます。まあ特に色味もね綺麗なんで、なんか寝巻き感ちょっとね解消はできるかと思いますので、こんな感じで愛用してますっていう感じで、ね、ちょっと4日目行きたいと思います。やっと折り返し地点。オッケーです。はい、ということで4日目になります。今日のコーディネートなんですけど、まあ、こんな感じです。昨日と引き続き一緒のユニクロ U のスウェットパンツに、あとはドクターマーチンのチェリーレッドのブーツですね。まあ、この組み合わせが僕かなり気に入ってるんで、いつもこんな感じで着てると思うんですけど、あとはね中はこちら T シャツ、ちょっとね茶色みがかってるというか、去年の夏くらいに買ったマルジェラのパック T シャツの中の一番茶色いやつに、あとは古着のラルフローレンのスウェットのジャケット。これ、ね、中がねフリースになってたりとかするんで、めっちゃ高いんですよ。なんでこんな感じでちょっとね、もう春の陽気なので、今日はこんな感じで合わせてみました。もう昼間だったらね今日シャツ1枚とかでもいけると思うんで、まあ、ちょっと肌寒いかなんですけど楽なんでね、こんな感じにしてみました。あの女今日髪の毛はボサボサなんですけど、オイルしかつけてないような感じの髪型なんですけど、こんな感じでねレザーアイテムなんか合わせちゃえばね、ちょっとこなれ感というかごまかしが効くかなと思って、こんな感じにしてみました。でもね本当にこういう風なスウェットのアイテムにレザーのブーツ、またレザーのジャケットなんかを合わせてあげると、僕的にはすごくねバランスが取れてるかなっていう風に思うので、こんな感じでねちょっと寝巻き感消したいとか、ちょっと不安だなって人はレザーのアイテムとか合わせてあげると、すごくね使いやすく大人っぽくっていう寝巻き感かなり消せるかなと思いますので、まあ、ちょっと試してみてください。こんな感じが4日目でした。
はい、ということでね、5日目になります。まあ残すところね、後半戦っていう感じなんですけど、今日も京都でユニクロ U とドクターマーティンという組み合わせでお送りしております。まあね、本当にね、この組み合わせ好きなんですよ。ちょっとこのマゼンダかぶりしたグレーというか、それにね、このチェリーレッドの色合いがすごく綺麗で、もちろん初日だか2日目に履いてたレッドウィングのファイアーマンブーツなんかも合わせたりするんですけど、こんな感じでやっております。はい、でね、上はまあこんな感じでネルシャツ、ラルフローレンの古着のネルシャツなんですけど、今日ね暖かいんですよ。なんで昼間はねこんな感じでシャツで行動してます。あとはいつものキノコ帽と、あとはマイキータのサングラスですね、っていう感じで、スウェットのこの組み合わせお決まりになりつつあるんですけど、もちろんね黒のマーチンとかも欲しいなとか思うんですけど、まあ、そんなにねあっても履けないんで、まあ、この組み合わせでねこのマーチンをベコベコにしたいなっていう風に思っております。なんか最近のテーマはね、長く使えるものを買おうかなみたいな感じになっております。まあもちろんねファストファッションとかも買うんですけど、ユニクロとかもねこれ長く使えそうだしねっていう感じで、ちょっとねスウェットコーデ、楽チンコーデのレパートリーがなくなりつつあるんですが、ちょっとね5日目終わって6日目7日目になるんですけど、ロサンゼルスアパレルっていうねこのスウェットパンツもゲットしたので、これがね1万円くらいでちょっと高いんですけど、すごく生地も分厚いものを明日がちょっと着用しようかなっていう風に思ってるんで、まあ、そんな感じでちょっとバリエーション変えていきたいと思います。っていう感じで今日はね春のメガネコーデになります。以上です。はい、ということで6日目になります。どうマネージャー、こんな感じなんだけど、マネージャー、あれ動かないの、こっちこっちこっち、マネージャーどこだ、こっちマネージャー、こっち、なんかあれだね、硬くなったね、違う違う、こっち、おいおい、お、あー、いたマネージャー、おはようございます。すごいね、車乗りが多いんでうるさいかもしれない、ちょっと声張って頑張ります。6日目から今日これですね、ロサンゼルスアパレルってこの前ご紹介したスウェットパンツを使ってみました。14オンスもあるんで結構ヘビーウェイトで、まだねゴア付きだったりとかあったりとか、このねヤザの部分がかなり締まり強いんで、溜まり方が結構独特なんですけども、こういう風にレッドウィングのファイヤーマンブーツを合わせてコーディネート組んでみました。もうその2色コーデじゃないんですけど、上は古着のレザーのジャケットを合わせて、ブーツとジャケットがレザーの黒、あとはね中はもうユニクロのエアリズムオーバーサイズなんちゃら T シャツっていう感じで、もうすごくシンプルなんですけども、スウェットの質感がねやっぱ硬さだったりとか、ヘビーオンス独特の風合いだったりとかもあると思うので、まあ、そういった感じでね、ラフになりすぎずレザーで引き締めてっていう感じで使ってみました。ただね、このいろんなカラーがあるんですよ、ロサンゼルスアパレルって。でこの僕セメントみたいなカラーを選んだんですけども、これで注意しないといけないのが、まあ、スウェット全般に言えるかな、まだ寒い日が続いてると思うんですけども、フード付きのダウンジャケットとか合わせるとかなりスポーティーになっちゃうんで、だから例を挙げるならノースフェイスのバルトロ、僕も大好きなんですけども、ああいうの合わせちゃうとちょっとねこうスポーティーであったりとかカジュアル感がすごく強くなっちゃうので、あんまりスウェットには合わせてないですね。合わせてもダウンだとエクワックスのレベル7とか、あとはノースフェイスとかだとヌプシとかだと結構ね様になるかなっていう、ちょっとスポーティーになりすぎずに使えるかなっていうのがあるので、あんまりフード系は合わせてないです。はい、そんな感じのコーディネートですね。なんでまあスウェットをコーディネートするときに注意するのは、まあ、ダウンジャケットのフード付きのダウンなんかちょっと避けた方がいいかなっていうふうには思いました。6日間もね着ていればなんとなく分かってくるかなっていう部分もありましたので、ただ万能だし動きやすいしっていう感じです。はい、明日はねちょっとまあこの後に撮るんで、もう1日で2日分撮るんですけど、まあね、次のコーディネートはちょっと春を意識した感じでちょっと作りたいなと思ってますので、まあそんな感じでお楽しみください。じゃあねマネージャー、違う違う、こっちです。7日目、領域展開。はい、ということでね、3日目と続けて連続で撮っております。寒い、今日のテーマは春っていう感じで、もうちょっとね春の訪れを感じられる日も続いておりますので、ちょっとね涼しげなコーディネートなんかをしてみました。まだちょっと季節は早いかもしれないんですけど、こんな感じですね。昨日と同様にこちらのロサンゼルスアパレルのスウェットにサスクワッチのサンダルになります。でトップスに関しましてはスリーピングシャツ、こんな感じですね。
僕はお気に入りでね、要は暖かい季節に着てるもんなんですけども、リネンの素材なんでヒラヒラとしてますし、すごくね涼しいんですよ。で、一応長袖というか首丈くらいの長さはあるんですけど、基本的にこれを伸ばして着ることあんまりないので、ちょっとここをめくってこんな感じで丈をしてることが多いんで、まあ、こんな感じですね。で、足元はちょっとセメントカラーで、上はホワイトっていう感じで、まあ一応ワントーンみたいな感じでコーディネートを組んでみました。結構ワントーンコーディネートが僕は好きなので、まあ、こんな感じでシンプルに合わせることもできるので、スウェットはね夏も結構活躍してくれるかなっていうふうに思います。サンダルだったりとかの相性もね、ちょっとたまりだったりとかの出来具合がね、ちょっと寝巻き感は出てしまうので、なんでねこういう風なレザーであったりとかのサンダルで少し印象をカジュアルから大人めの印象をね変えてあげれば、少し寝巻き感なんかも取れるかなと思って、こんな感じで合わせております。なんでね B さんとか合わせちゃってもいいと思うんですけど、ちょっとカジュアルすぎたりとか、まあ部屋着感はかなり強くなっちゃうと思うんで、まあ、こういう風なデザインが結構凝ってるレザーのサンダルだったりとかもあると思うので、まあそういう感じでね合わせてあげると少し幅は広がるかと思います。はい、っていうのがコーディネート最終日になります。はい、という感じでね、スウェット1週間コーディネート撮らせていただきました。いかがでしたでしょうか。このね、数日に分けて撮らせていただいて、まあ6日目と7日目は同じ日で撮っちゃってるんですけども、まあ、そんな感じで7日間スウェット着たんですけど、やっぱり飽きないですね。でも眩しすぎるんだけど、すごくねやっぱ着用しやすいですし、今ワイドシルエットであったりとかオーバーサイジングだったりとか、パンツに関しても少し太めのパンツだったりとか流行ってると思うんですけども、まあ、スウェット良かった、そういったねパンツの中のコーディネートであったりとか、自分のクローゼットの中にねスウェットってものを入れてあげてもいいかと思います。結構太みですし、このロスアパに関してもね、そこまで太かないんですけど、まあワイドパンツであったりとか太みのパンツの類にも入ると思うので、少し質感であったりとか、あと絞り裾だったりとかがね、今までになく新鮮にコーディネートの幅を広げてくれると思うので、僕的にはすごくおすすめです。ただスウェットはスウェットでも僕あんまり使わないのがリブタイプ、裾がリブになってっちゃったりとか、あとはトラックパンツみたいなナイロンに近いようなツヤ感のあるものだったりとかは僕あんまり使わないんですけども、なんでって言った時にやっぱスポーツ感であったりとかカジュアル感っていうのがすごく出ちゃうので、やっぱこのスウェットパンツだったりとかコーディネートで合わせるときに気をつけてるのは、スポーツ感であったりとかカジュアル感をいかに消すかであったりとか、まあ、そのラフさルーズさだらしなさっていうのをこなれ感に変えていくっていうのはすごく大事かなっていうふうに7日間通して思ったので、まあ、そんな感じでね、まあ、参考になればと思います。はい、そんな感じで今回の動画が良かった、参考になったと終わりました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。Still